5分に乗った。乗ってきた？うん。あれ、もう乗らないかな。あ、また乗った。あ、上手やん。すごいすごい。そうなの、考えた。どうする？誰に教えてもらったん？そんな。自分で考えたん？すごいやん。すごい。夢で見た。こうやって。も言いました。耳に飾ったらどうですか？うん、なるほど。トトラは言いました。それはいい考えだ。それならお前の靴を俺様に起こさせた。そうすれば今度だけはお前を食べずに置いてやろう。トトラはかわいそうなちびくろさんからそこが真っ赤で中も真っ赤な可愛い小さな紫色の靴を取り上げると、よしこれで俺様ジャングル一番立派なトラになったぞと言いながらどこかへ行ってしまいました。ちびころさんはまた少し歩いていくとまたまた別のトラが出てきました。トラは言いました。おいちびころさんぼ、お前を食べちゃうぞ。ちびころさんぼは言いました。お願いトラさん、僕を食べないで。僕の素敵な緑の傘をあげるから。ところがトラは言いました。お前の傘など言っていたのは、お前様は全部の足ちびころさんも合いました。尻尾に湯がいたらどうですか？うーん、なるほど。トラは言いました。それならお前の傘を俺様へ起こすんだ。その時です。恐ろしいうなり声が聞こえてきました。その声がだんだん大きくなってきました。大変だ。ちびころさんも言いました。鳥たちが戻ってくる。僕を食べにやってくる。どうしよう。ちびころさんも急いでヤシの木の後ろに隠れると、どうなることかとそっとあたりを見回しました。するとどうでしょう。ぐるぐる回ってる。そう言い合って大揉めに揉めていたのです。そしてとうとう鳥たちはパンパンになった怒りだし、飛び上がったかと思ったら素敵な服を全部脱ぎ捨て、お前に爪についたり大きな白いので噛みついたりし始めました。振り返ったり転がったりしながら、鳥たちはちびころさんの隠れているヤシの木を見事までやってきました。ちびころさんは急いで川の後ろに隠れました。怒りましたが、鳥でもやっぱり互いの尻尾に噛みついたまま離そうとしません。怒りに怒ったトラたちはお互いを食べてしまおうと、ヤシの木の周りをものすごい勢いで回り始めました。ぐるぐる走り続け、あんまり速く走ったのでトラたちの足が全然見えなくなってしまいました。あらららら、カル君も見たいって。いいよ、ありがとう。いいよ。あれ、違ったかな。ふわちゃんのところがいいのかな。ふわちゃん優しいからおばにちゃった。そうだね、優しかったもんね、今ね。そこへ大きなつばを抱えて父さんジャンボが仕事からね。パパどうしたの？牛乳なの？腹すごいじゃん、全部？すごいじゃん。汗かいちゃったからね。お風呂入ったの？ね、お風呂入っちゃったの。5分も。カルくん、パパとお風呂は？お風呂はどうしよう。塗る？ふーちゃん塗れるよ。自分で塗るの？出しすぎといてや。それなんなんそれ。あ、わかったわかった、パパやる。だ、絶対美容で出る。なにこれ？あ、オンラインなんこれ。はい。指で指で。そんな引っ張り。はい。かゆいとこ塗って。なにそれ。ねえ、チョアを奪い切るばあちゃん。もう取ってほしいんだけど。ちょっと少なかった。うん、少ないでちゅけど。はい。もっといっぱいだよ。はい。え、ちょっとだけだけどね。だってちょっとでしょ。塗れた？これすごい。塗れてないじゃん。こうやって塗るの、こうやって。はい、もう描かないで。王くんが作った。王くん、さっき人魚みたいだ。人魚みたいだ。捕まえちゃった。捕まえてない。吸うてるの。